はい、赤大スキレット社長ことともでございます。今回もやっていくぞ。今回はフルスクリーンでお届け。前回終わっていく編集してて気づいたんですが、フルスクリーンなら 1080p でお送り、皆様にお送りできるということで、若干私が酔いそうなのですが、それは我慢します。それはもうね、酒に酔ってるというふうに解釈してね、第一に皆様の視点を優先させていただきます。私の三半期間を犠牲にしてでも。そして最近アップが遅くなって申し訳ないです。まあいろいろありまして、調べ物がいろいろと、言っちゃおう、宣伝も兼ねて言うけど、もしかしたらレッドカンパニーという名前のお店ができます。私は社長であって管理人ではございます。名前を貸すだけでございます。メンバーの誰かが、レッドカンパニーという名前で何かの店を出すということでね、なったんで、出すかもしれない。まだ決まったわけじゃない。決まったわけじゃないし、そういう、あるかもしれないという、だけの話で。なんて、とりあえず、バケツはどこだ？え？そう。マジで？ 3 個しかない。肉！ありがとう。どこかの誰かありがとう。肉をありがとう。やったぜ。これでビンビン動けるぜ。まず今回、前回言った通り砂を採取します。その前に、なんだ、ごめんなさい、ちょっといつもよりちょっと離れてみよう。なんだ、何がなんてか分かんない。そっちかす、まあでもなんか画質すごいね、フルスクリーンすると。見てる皆さんも多分同じことを思ってるんではないでしょうか。前回はね、微妙な大きさまで大きくしてみたんです、実験で。それで変わるようならってことで微妙な大きさにしてみたんです。結果変わったんですけど、横側に、黒い何らかの物体が出てきてしまったので、何らかのつってもね、まあサイズに合ってない部分が出てきてしまったという状況でございました。よしよしよし、5、6、7、 OK。 12か12、めっちゃ作るんじゃないか。めっちゃ作るけどハサミ作んなくちゃいけない。お、2個余ったからハサミ作ろう。この選択肢の後々あんなことになるとはみたいな。あ、ハサミあるあるじゃん。まあいい、砂をテイスティング。あ、もうめんどくさ。はい、あでね、ログレスの件なんですけどね、本当ね、あれは違いますからね、本当面白いですよ普通に。1個分の動画がフルカットされてしまって、もしかしたらエラーになってるかもしれないってことで切ったのはいいんですけど、ガチでエラーになってしまって、その弁解を一切あの後弁解をしていたんですよ。僕はこういうあれでこういうことを言いましたって言ったけども、その部分が緩かった。がっつりカットされてしまった。がっつりカットされてしまって、まあ僕がただ単に1話分ログレスの愚痴をボロクソ言って、ボロクソに言って終わるっていうハプニング、ハプニングですよ、あれは。もう、うん。で、思ったんだ。ここ。全体的にここを赤くするドアの周り。これ確定事項。だから透明なの外しておく。
で、ジャングルの木とアカシアの木は別として、せっかくね、上に木が立ってるわけですよ。それぞれのオークの木、白樺の木、ダークオークの木は立ってない、松の木と3個4個だっけ、松の木、白樺、オークと立ってるわけですよ。その扉を使おう、作ろうと、その色の扉を作ろうと。ここ松、まあ、ここはオークでいいとして、オーク、オークで白樺みたいな感じにしようかと思ってますが、とりあえず今回は砂を集める前に、この集めた石たちを一のレンガにしておかなくちゃ意味がない。危ない、ナイスフットワーク、ナイスフットワーク、ナイスフットワーク。というわけで久しぶりにデザインに行こう。皆さんにはね、お久しぶりじゃないかな、皆さんからすると。そしてね、ブー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 言ってると思います。それは LINE です。お店の話をしてたんだ、さっき。ただ、やべえ、撮ってねっつって。さっきまでパパさんち行ってたんだよな。はい、危ない危ない。そう、こんな感じでね、私のこの部屋が合わされてて、増えてる、増えてるっつって言ってたね、あの時に。で、地下に来た時もね、こいつらの動きがビュン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 やってて、やべえ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 っつって。やべえ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 って言ってほぼカットしたんですけど、その時に手持ちがいっぱいなのにマグマを取ろうとして、こうやるやるじゃないですか、 2,3 個中に投入してしまったんです。いっぱいだからポンって出すでしょ、捨てちゃうでしょ、捨てだからバケツが今足りない状況に陥っております。これなんか使えないかな、やめておこう。さよなら、お疲れ様です。ただいま、ただいま帰ったよ。オープン、はい、っとドゥルドゥルドゥル。なんならね、もうここの下のここのマス6色ここから持ってきて床にしてもいいかなと思って、なって、なっております。バカ野郎、そんなにマグマ使うんじゃねえ。たった2個のためにマグマ使うんじゃない。バケツがないんだ。ふざけるんじゃないよ。ってか、いい加減な使い方をするんじゃない。てるん、てるんてんてるんてん。そして BGM がね、つけたりつけてなかったりしてるんですけど、あれはめんどくさいかめんどくさいかの違いではなく、なんとなくつけなくてもいいかなっていう時が自分の中であるんです。結構なんかね、トークが本当に間髪入れずに喋ってる時は入れてません、BGM をね。だから150かな、50だね。あれは結構マシン、マチ、マ、マジ、マジマシンガントークだったんで、ガチのマシンガンだったんで入れてません。パパパパンパパパパンラッパンパパパパパパン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 あれ？何この炭？どっか出てきた。まあ、まあいい。じゃあよこせ。砂利出てきてやる。ざけんじゃん。多すぎんね。通路作るために砂利を残しておいた方がいいもの。じゃ、あ、やべ。ストップウォッチを押し忘れた。フルスクリーンにしたから時間見れないから、そのための対策としてストップウォッチを押すつもりでいたんですが、ストップウォッチを一切押してない。お好きなんてなかったけどね。ランプ、今ランプって LINE 見ように、 LINE じゃない、スマホ見ようにも LINE がブー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 なってて時間見れねん。見る、21時42分録画祭、録画開始、30分ごとに切っていきたいですね、できれば。続きですとかさ、毎回毎回入れたりとかしてるけどさ、
なんだろう、前回の見てないとわからないんだよね。まあそりゃそうだけどさ、大して発展もしてないのに1話分抜けてもいいかなっていうあれなんだけど、トークがあれだったりするから、ちょ待ってちょ待って、これ捨てた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 、ここに水流が生まれてる、ない、くそ、水流が生まれてるから下に飲まれていく予定だったんだが、砂が、土が、チューチュー、おやすおやす、おはようございます、今日もいい天気だ、白樺の木を起こせ、もう飛び、おいい、扉を置いていっちゃう、オッケー、これだ、斧、ない、はないだと、ないだと、なんでチャリなんだ、さっきの2個のやつどこやった、ふざけろよ、3個ないためだったと、ち、違う、はい、あ、もう作り行くくらいだったらよかった、別に、こっちじゃねえよ、しゃばんな、お前、ちだろうが、なんか多くも見慣れたから、そこも白樺にしちゃいたいな、だよね、地下に使うもんね、多くの扉は。いいね、パリパリパパリン、オッケー、パパ、あ、いいか、石のレンガにしてる間に砂を取ってきてガラスを作るという予定だったんだ、あそこに入れたらガス作れねえじゃねえかと思ったけど、いいんだった、私としてください、水流とか関係ねえ、掘れるところどんどんどんカン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 、砂だと思われる場所をガン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 掘っていく、はいはい、ガン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 、息が続く限りガンガン行くよ、お、やっぱやめろやっぱやめろ、ここにいさせて、お前早い、こいつが悪い、はい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 、でね、まあ、私の実況は前半数分で多分ほとんどの方が見るのはやめてるんじゃないでしょうか、大した話をしていないから、ははだってすることないじゃん、マイクレだし、このね、作ってる場所をフルでノーカットでお見せしている以上、こう画面が変わらないのはしょうがないし、トークだってなくなっちゃうよ、クラ社長とはいえね、から私だ、もうだって旅行の話全部しちゃったもん、多分してない旅行あったとしてもそれはもう記憶に残らないほど苦痛の旅行だった、まあね、過去に弾丸旅行についてお話をしたんで、その話を、え、弾丸旅行って何みたいな、気になる方はぜひ過去の動画を探してみてください、まあ探してわからないという方いらっしゃいましたらシャープ1から見てください、それが一番早い、私が過去に犯してきた過ちとか、しかとご覧あれ。なぜあんなことをしていたのか、私でもわからないよ。さすが初心者と言うべきだろう。よくもまああんなに死んだもんだ。何を考えてるの？もっと自重しろっつうの。初心者なんだからもっと自重しろっつうの。あれなんで離席するっつったのに、なんでブーブーまで言ってんの、スマホスマホームスマホームズ、はいはい、あ、そっか、ダンジョンが下にあるから、ここの砂取ればいい感じになるんじゃないかな、はい、届かない、シフトをしても届かないところがある、それは腕の届かないところだ、そう、シフトを押しても届かない、そう、噛んじゃった、シフトを押しても届かないところ、それは背中だ、シフトを押せば大体のところに 手が届く、ほら、あ、あれあれやだ、土土持ってくればよかった、あ、ナイスナイスボルト、
助けて、助けてくれ。ドアじゃない。ドアで何をへくろってんだ。やるな、松明。不死身か、お前は。ギリギリセーフじゃない。そのギリギリセーフな松明を私は消しにかかる。どうだ。何？やるな。これでどうだ。身動きも取れない。何？どうだ、このどんどん追い詰められていく恐怖。ゾクゾクするんだろ。さあ、しまいだ。何？強制的にやっちまった。水うんぬんじゃねえ。物理的に外してしまった。なんてこった。卑怯な手を使ってしまっただと。くそ。そんな卑怯な手を使わなくちゃ、あの松明を倒せなかったというのか。これは確か。ありえん。ありえん。あってならん。さあ、なんか、全然足んねえ。多分いい、むしろ足んない。足りたとしても足んなくていい。足りてるとしても足んないと認識しよう。そんな取んなくていいじゃんっていうぐらい取ってやる。この辺一帯の砂を全部えぐり取ってる。えぐり取ってやる。ちんしろ、あの、温泉の屋根が、ね、露天風呂にした的な感じになって収めちゃいるけど。ああ、水が入ってきた。出しとしたことか。あ、いい感じに水流を使って、ここだ。ここにいれば自動回収ができるはずだ。そうだ、流れてこい。いいぞ、いいぞ。ここをぶち抜け。そうだ。水流に乗って私のところに来い。手塚ゾーンだ。手塚ゾーンだ。これが、レッドゾーンだ。手塚ゾーンって言っときながら。ふぅ、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 うわ、ここに入った。あ、そういえばね、なんか、チャリソーやったんですけどね。はい、すいません。あの、他の人のチャンネルの話をと急にしだしてしまったので、カットしました。ごめんなさい。大丈夫です。名は取ってないです、その他。気づいたから大丈夫。危ない危ない。チャリソーがどうのこうの言い出した。チャリソーがどうのこうの相手して、その後人の動画の話をしだす。社長、びっくりして。ほら、もう、そらカットするわって。すいませんね。いつもに画質がいいとはいえ、このカク感はね、画質が悪いからこそ、なんか画質が悪いからカクカクしてるのかなと思ってたでしょうが、実はガチでガチカクカクしてるんです。画質うんぬんじゃなくて、社長の PC の容量うんぬんでカクカクしてるんです。ごめんなさい。なんだこれ、なんだこの滑らかな、滑らかな、これはなんだ。なんだ、粘土じゃないか。粘土色変わった？灰色だっけ、もともと。忘れちゃった。粘土は最近取ってないから。あ、松の木取ってこなくちゃ。どっか植えなかったっけ、俺。植えてねえや。一番下だけ植えると言っても。ないな。松の木どっから持ってきた、これ。そういえば、どっかの山の上に生えてるな、つって走ってったような気がしないでもない。むしろあそこの上生えてるの松の木じゃねって思ったんだけど、あれ松の木だよね、あれ。え、あそこまでダッシュしてったの俺。え、そんな記憶ないよ。ない？あるよね。パン。朝はパン、昼はパン。あれ？オーク。は？松の木2本持ってたよね、私。そう、なんでだよ。なんでオークだよ。ふざけんなよ。なんでオークと白樺こんなんだよ。ふざけんなよ。ふざけんなよ。2位を挟んだったトリックから、30分だから20分か。何言ってるか分かんないでしょ。まだ10分しか撮ってなかった。すいませんね、いつもならチラチラ時を見ながらやるもんで、ね。僕はチラチラチラリと、レンガがどんどんできていく。素晴らしい。
いらん。閉まってくれ。ドア、しゃかばのドアも閉まってくれ。まだダメか。まだ寝れないか。いいだろう。コインドアを奥であろうという場所に置いておこう。わからないからやめておこう。ここ。ここ。OK。なんで豚の声が聞こえるんだ。タコ屋の近くでやれた。一回は、寝させてよ。寝させてよ。うわ、夜が怖いんだ。ありがとうございます。まあ、夜が怖いっつったってね、殺されたところでここにリスポーンするからいいんだけどさって思うけどさ、どうなのって話。それはどうなのって話。だって。ちょっと上ぶち抜いてきて。どこ待って、助かる。出た。もう顔入れるんやんだね。あれここ一マス系のやつじゃん。このこっち側サイドは全部多くていって、でここのつなぎどこだよ。つなぎ目どこだよ。お前パーフェクト。オッケー。閉まっていいよ。はい。白から聞けない。白から聞けない。奥よこせ。あと一個つく。あと一個。いらねえよ、3個。3個できるシステムがいいような悪いような。なんだ、あそこは。なんだ。オッケー。あ、こっちも出れるようにしようか。すん。ちょうどだね。すん。オッケー。スーパー。あとは白樺の木と、松の木と、白樺を取った木の、砂、走れねえじゃねえか。なんでそんなプンプン言うの ?26 件も溜まってるじゃない。もう、勘弁してよ。発音してるんだ、私。ゲームの話をしないでやりたくなっちゃうから。マイクラやってるけど、マイクラというゲームは私は今プレイしてるし、これも楽しんでいるけど、やっぱり一人やるよりみんなでやりたいじゃないか。そりゃ。一人でやったってことなんだな。一人でやってる時の方が確かに口数は多いけど、話題の量で言ったら二人とかは多いじゃないか。すいませんね、もぐもぐ言ってしまって。あれ、松の木だ。あれ、松の木だな、これ。松の木だな。あ、だゆか。あ、松の木だ。ダークオークじゃねえって言ってた松の木だ。そうだ、これ。ダークオークじゃねって言ってた松の木だ。無駄に伐採はしない、それが私の周期。そこだけ残しといてね。普通逆だよね。普通なんだよ、なんだよ、私の近くでううなるんじゃないよ。どこだよ、どこも穴がないんだと。どこも穴がないだと、入れないだとって、あっちの方からどこかから繋がってるということなのか、どっかぶち抜けば繋がる的なあれなのか。だとしたら私は穴を開けたくない。私は無駄な争いを好まない。だがしかし、村の周りに湧いて村人や私の動物たちに危害を加えるような不良どもには、私は躊躇なく鉄拳を振る。多くの木のあの、なんで俺作ったんだろう。俺なんで扉作っ
ったんだろう。余った分のこれで十分足りたわ。ふさげーや、ここふさげーや。何考えてんの、バカなの。普通穴開けたら塞ぐでしょ、ドア開けたら閉めるでしょ、一連の動作でしょうが。そこまで一括りで一連の動作でしょうが。何考えてんの、バカなの。なんで白樺の、白樺いるんだっけ、いらないよ。なんで私は白樺のを取ってきた、無駄な労力を使う。神々だよもう。なんちゃ、どこだよ中心どこだ、いいよ肉置くから、こういい感じになっちゃった、なんかいい感じになっちゃった。ここ多分すげえいい感じになるであろう場所できちゃった、ここなんだよ、卑怯だよそんな。でここ真上なんだっけ、お待てよ、ここ白樺だよ何やってんだよ、ここ白樺だよ、ふざけんなし。あっちも暑だし、このいい感じになっちゃったし、大丈夫。これ黒に茶色よりも黒に白で赤の方がおしゃれだと思う、シャレだと思う。いいね、こっちこうだよ、でこっちこうだよ。あ、素晴らしい、すいすいす、おい、どうした、どうした、おい、何、奥、いいよ奥、あれ、あ、もう臭いだはもう臭いじゃねえ、剣木だ、は天然、いや普通に天然とか云々よりも普通に勘違いだけどね今のは。天然ではない、大丈夫、天然ではない、型の勘違いだから。何を言ってるの、俺だ、何を言ってるのは俺だ、ごめん。あ、ダークオーク、待て、思い出せ、この村のどっかにダークオークがまだある思い出したぞ、ダークオークの場所この村にはまだダークオークを使ってる場所が一箇所、そう、一箇所あるんだ。牛ではない、牛は確か全部、あ、牛は確か全部色を灰色に変えさせていただいた、そう、ここいただくぜ、ここありがたくいただいていくぜ、すまないね、ふんふんふん、取れないよ、はっはっ、よっしゃ、シャコラ、えい、ありがとう、みんな、ありがとう。これが種だったらどんなに良かったか。ここはいけない。いい加減直さなくて、あそこ、やったぜ、ジャングルとか行かなくても作れるんです。なんでダークオーク持ってんだ、むしろあっちから取ってきたんだよね、やっぱ俺。ダークオークどこ植えてた、ダークオークどこ植えてた、ここだよな、ダークオークとジャングル、じゃあダークオークこっち置いて、こっちがジャングルにしたらいいんじゃない、よさげじゃない、むしろダークオークの扉めっちゃか、チョコレートだ、板チョコだ、これめっちゃかっこいい、他にもどっか置きたいぐらいだ、この肉、ここで白と黒のコントラスト、板チョコのハーモニー、白ホワイトチョコレートとブラックビターチョコレートのハーモニー、夢のハーモニー、夢のハ、はあ、ないな、それはない、どけよお前、どけよお前、
あ、俺炭取り行ったんだった。炭取り行ったんだった。忘れてた。このダークオークの扉を後々どっかに使わせていただく。こういったなかなか重厚感があっておしゃれで素晴らしい。そんな扉をどこに置こうか。私の家に置きたいくらいだな。実に素晴らしい。一箇所はここに使わせていただく。あ、素晴らしい。あ、うん、そうだね。あれ、これ奥のドアだ。あれ、白壁のドアどこ行って置いてきた。ここじゃない。あ、松。あ、そうだ、この確かこの家は松でできてるから。あ、松ちゃんこっちだ。ここ松で、松田さんだから、ここ松田さんでできてるから、ここ松田さんと。素晴らしい、素晴らしい。なんて素晴らしい日なんだ、なんて素晴らしい日なんだ。20分経過、20分経ったね。そろそろ締めに入ってもいいんじゃないかな。おい、奥、うん、あった、ごめん。松の扉とか持ってなかった。さあ、炭ちょうだい、炭こっちで。ああ、暗い。だから大丈夫。おはようございます。ラストデイです。どうやらこの動画は3日間寝て起きてを繰り返すとこの動画は1本終わるようです。今後はそういうシステムになりますので、どうぞご了承ください。 Good。 あっち行ってこっち行って、待てして、あっち行ってこっち行って、まるまる、ここ奥だよね。あっち白樺だけど白樺の扉はない。オッケー、フェンスもない。素晴らしい。レンガで扉作りて、レンガで扉作りて、ここレンガで扉作りて。ごめんなさい、ぐちゃぐちゃ動かしてしまっても申し訳ない。バケツすら入ってねえだと、舐めてんのか。バケツよこせや、バケツよこせや。取ってくるからマグマ。ワンセットよこせ。とりあえず今回できる範囲あったとい。バケツよこせっつって言った。すないとけ、お前、お前開けんなよ。俺どこの中途半端な砂は舐めたんのか、お前。砂カラカラ、オッケー。とりあえず今回このできた石、あ、なんでそこ自動ドアにしといて、ぶつかるから。ほら、車上自動ドアあっても結構な割合でバンってなるんだけどさ、なんかわかんないけど自動ドア反応しなくてさ、コンビニ行ってさ、出ようとしたら出れなくてさ、あれあれっつって故障かなってうろうろしてたらさ、店員さん後ろから来てさ、さっつってさ、隣立った瞬間開いたよね。あの恥ずかしさたる。あ、すいませんっつって言って、店員さん来た瞬間開いたよね。あっつって、あっすあっすみたいな。あの恥ずかしさたるや。こう表現しがたいこの恥ずかしさ、何なの、あの恥ずかしさ。なんで反応しない。まだいいよ、水道も反応しないこともあるよ、あるけどさ、まだ水道だからさ、まあ故障かなっつって、まあ自己解決できるし別の水道使うからってなるけどさ、コンビニじゃん、出入り、人が出入りする出入り口でさ、反応してなかったらさ、めっちゃ恥ずかしいじゃん。なんでそこを置けたの、むしろこれ。はあ、何そのほんとね、自動関係が反応しない悲しさはあるね。何なんだろうね、なんで反応しないんだろう。恐怖すら感じる。よくさ、こう銀行強盗とか入るとさ、ドア開かなくないじゃないですか。俺何も悪いことしてないのに閉じ込められたみたいな。勘違いですよ、店員さんみたいな焦り。勝手に焦ってんの、一人で。店員さんもびっくりだよね。えっつって。いや、うちそんなシステムないですよ、つって。え、なんで会話できちゃった今。
俺コイン出してないんですよ、そんな。会話できちゃった、危ない危ない。そんなシステムないですよ、つって今店員さんと会話しちゃったから。びっくりした。いや、俺もそんなシステムあると思ってないですよ。持ってないけどさ、まさかつって。最近のコンビニはみたいな。新しくこの店は投入したのかみたいな。田舎だからさ、そういう人が多かったのかなみたいな。思っちゃって、勝手に。思っちゃう。地下だからな、ここあんまガラス使わないんじゃねえかつって思って。とりあえず、こういうところを植えていこうね。で、地下でこういう風に行動してたのは、もしかしたら1話分、今回は長くなるかもしれない、時間を計っていない分もあるし、寝て起きて、3 days で、3日をやめて2年間録画し続けるとか地獄でしょ、勘弁してくれよ。何そのチャレンジ。誰がわかんないよ、ゲーム実況でそんな2年間。無理だよ、マイクラ2年間実況とか不可能でしょ。勘弁してくれよ。なむちゃな、無理だよ。なんだよ、3D2。おい、ここ塞がねっつったんべ。いいや、サゴ。扉の数を増やす分にも、サゴ。一番ああいう風にしといて、この石のレンガを全部置いて、置いた結果、足んなくなったら、邪魔だな、この雪。この雪邪魔だな。この雪邪魔だよ。ここに置いたの間違えた。まあ、こういうとこはいいとしよう。シンメトリーにしようぜ。せめてシンメトリーにしようぜ。よく出る上。え、そんなずれる？うめ、まあそこだろ。そしてこうだ。ここは置くな。ここは返せバカタレか。とりあえず照らしとけ。とりあえず工事中だけ照らしとけ。バカタレか。まあ別に工事中、あれになるかどうなのか別に構わん。ここか。素晴らしい働きだ。ほう。やっぱ地下だからね。もうもともと、こう、周りに風景がないわけですよ。だから、こう、建物自体に若干のアクセントをつけてあげないとね。住む側もストレスを感じてしまう。そういうのもちゃんと考慮していく。私は社長だ。これ、外側に柱立てたんだよね。内側だっけ？外の天気っていうか、朝か夜かを見る分ためにも外出ます。夕方だ。外だ。OK。とりあえず外。急げ。雪は後だ。雪は後だ。ここ。OK。よし、雪を置いていこう。雪を置いていくぞ。ここ2マスだから気をつけろ。ここは2マスだから気をつけろ。はい、別れたところで帰ればいいだけの話だ。今の私なら帰れる。逆に帰り殺されても構わない。さすがに構うわ、それ。オッケー、骨組み完成だ。いや、まだだった。ごめん。ここ。照らせ、バカタレ。結構で骨組みが完成してきた。あとは、この雪いい感じに置いてきたので、これも外周も同じようにしようか。どうせだったらね、せっかくならそういうふうにしよう。そういうふうにしよう。うん。間違いない。高校の対決は間違いない。なんでこの通路の狭さ、まあいいだろう。通路の広さを考慮すると、これ内側に入れたいんだが、内側に入れてしまう。外と中とで、作りは若干変わるけどね。その辺は、ご愛嬌ということにしておいてもらいたい。
ここはなんかうまいこと隠して通路をこうすることによって広く感じるから、広し通路広し、こう、お、間違いない、間違いない、そこの位置。ついでにね、日が落ち始めたところで毎回こう締めに入らせていただきたいと思います。もちろん場所はこの場所で、あ、いい感じに草が生えてきたので、この上に 来月じゃない次回、骨粉でお花畑を作りたいと思います。そしてそのお花でガラスをどんどん色をつけていく、そんな感じで今現在進行形でガラスがどんどんできていく、できていない、ごめんなさい、ここしかできてないわ。次回、今回取ってきた砂をガラスにすべく、このバケツに溶岩を組んできて砂に製作しつつ、この石のレンガを置く予定だったけど、ごめんなさい、先に置いてしまったから、でどっちにしろ石のレンガが1階はまあガラスで置くとして、地下1階はもうちょっと石のレンガの割合を増やそうと思います、より強固さを出すためにね、あら、表現するために。だから適当に、まああっちの方行って、あっちの方行ってね、あ、いい、あ、いい、あっち、あ、水忘れてた、違います、あっちの方の山、ちょうど松の木もあるんで、その辺の伐採してきて、近くに松の木を植えておいて、石もついでにゲットしていきたいと思います。そんな感じ。次回の大まかなあらすじ、変更があると思いますが、その点ご了承ください。ごめんなさい。ご了承ください。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。今回からこのような形で30分おきに、だいたい30分おき、つまり3 days、3日おき、マイクラの世界で3日おきに、動画の方切らせていただきたいと思います。よろしく。というわけで、Twitter、ブログ、レッドカンパニーメンバーのチャンネルへの URL は下の概要欄にありますので、どうぞそちらからよろしくお願いします。暗くなったので早くしますよ。で、終わってたわ。以上、赤デスキレッド社長がお送りいたしました。バイバイ。